こんにちは。荒木和弘です。令和3年9月10日、金曜日のショートメッセージをお送りします。でえー、北朝鮮の嘘、日本政府の嘘というふうに言ってきたので、えー、今日はあの韓国の嘘の話です。えー、と言っても色々言いたいことは山ほどあるんであの、民主化の嘘というところにちょっと絞ってお話をしたいと思います。今の文在寅政権がですね、その、まあ、 何と言すかね、ルーツとしているのは、1987年のまあ憲法改正をめぐる様々なあの動き。これはまあ民主化のですね、まあ、一つのスタートラインということで、まあ、非常に重要なものとしています。で、あの、1987年というのはですね、チョンドファン政権がまあ翌年終わると。 で、次の大統領、まあ選挙をやるということになったんですけども、その大統領選挙をどういうふうにするかということで、まあ韓国の中はですね、非常に大きな、あの、まあなんと言うんですかね、激震が走ってました。で、あの87年の12月に大統領選挙がありまして、この選挙私は直接見に行って、主要4候補、 与党ののてう、そして野党の、キムヨンさん、キムデジュンそれからキムジョンピルと、まあ、大物四人が揃った、あの、選挙ですね、えー、まあ、ずっと見てきたんですね。で、えあの、選挙にあたって、キムデジュンが政治活動禁止のままだったわけですが、これを解禁をせよというのと、それから大統領選挙は、間接選挙でやっていたのを、直接選挙で、 国民が大統領の名前に投票できるようにしようと。まあ、これが一つのスローガンになって、まあ、もう全国でデモが行われていました。本当にですね、あの、選挙12月ですが、まあ、6月頃までですね、もうソウルの街中って本当にですね、いつ歩いても サイレイガスの匂いがしたと。デモ隊が、あまあ、デモやって。で、これに対して、えー、機動隊がサイレイガスやなんかで応酬すると。まあ、いうことをですね、やっていたんですね。まあ、これ本当に大変な、えー、時でした。まあ、当時のことを覚えている方も、年配の方は、あの、おられると思います。で、えー、これをですね、まあ、就職したのは、あの、次に大統領になるノテウさんが、 6.29宣言というのを出して、要はまああの事実上、その野党側の要求を全部飲んだんですね。えー、金出順の斜面復権、それから、えー、大統領直接選挙。で、結果的にはあの選挙は、ノテうが勝ちました。 で、あの時、実は野党の大物、まあ、キム・ジョン・ピルさんはちょっと別のカラーになった人なんで、えー、まあ、キム・デジュン、キム・ヨンさんとこの二人がですね、えー、まあ、どっちかが降りれば、あの、間違いなく通ったろうと思います。えー、ですけども、両方とも選挙をですね、あの、降りようとしなかった。 結果的には、キム・ヨン・サムさんが2位、キム・デジンさんが3位ということで、えー、その5年後の選挙はキム・ヨン・サム、さらにその5年後はキム・デジンとなるんですから、87年の時もですね、どっちかが譲っていれば、もうその時点で政権交代になったんですけども、譲らなかった。で、えー、あの時、あの一度思いました。この2人にとって民主化っていうのは、自分が大統領になることが民主化なんだと。 だから自分が大統領にならなかったら民主化にならないから、えー、民主化するためには大統領を降りないと。まあそういうことだったんだろうと思います。で、えー、しかしまあその後、キム・ヨンさんもキム・デジンも大統領になりました。そしてやっていった中で民主化という言葉に隠れてですね、要は新北化というのがどん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 進んでいったんですね。 で最初の頃八80年代の韓国の学生運動というのは、えー、民族主義をまとってました。民族をまとつまり、えー、韓国の場合です、ね、民族主義をまとるということは、同じ民族は仲良くしようということになるんですね。で、そうなると、北朝鮮と仲良くすることになる。これは同時に、日本やアメリカとの関係が疎遠になるということです。で、自由民主主義国家としての大韓民国を守るという話になれば、日本からアメリカとの関係は強くなって、北との関係は悪くなる。 北からすると、これをですね、根本的な構造を変えていくということが大事だった。で、そこで最初にですね、えー、民族ということを出す。でそうすると、これはですね、韓国は弱いです。えー、誰も文句言わないと。で、えー、結果的にそういうふうにしているうちに、次第にその左翼勢力がまあ浸透していったというのが、まあ、今の韓国です。 まあ、本当その80年代ぐらいだったらです、ね、簡単に捕まっていたような連中がみんなもう政権の中枢にいるわけですからもうこれはです、ね、民主化というよりも完全新北左京化だったということです。でも、やはりです、ねえー、その嘘をみんな見,見抜けなかった。 で、あの当時、まあ、北朝鮮の専門家であった、まあ、私も随分お世話になりました、正近感大学の李明ョンン先生、リメエ先生はですね、もうこのことを非常に嘆いておられて、で、えー、みんなまさかまさかって言いながら最後にやられていくんだというふうにですね、言っておられたんですけど、本当に韓国そうなってしまいました。 え、まあ、よくあの、韓国の友人に言うんですけども、もう今ですね、かつての大韓民国はもう売りならという別の国になったというふうに言うんですけども、まあ本当にそういう状況になってしまったと思います。これでも日本も多山の石です。あの、例えば多文化共生とかですね、えー、そういうこと、まあ反ヘイトとかですね、そういうこと誰も反対はできないですよね。ですけども、それの、 反対ができない殻を被って、で、実は最終的な目的は別のところにあるというケースが私は非常に多いんじゃないかと思います。で、今少しずつですが、あの中国の学者の方が書いた 最後の天長という本読んでるんですね。これは中朝関係について、ものすごく詳しく書いた本で、えー、岩波から出てるんですけども、まあ、これ読んでいくとですねあの本当に思います、えー。共産主義の大義とかですねそんなもんどこにもないです。もう単なるですね侵略とか、あるいは権力闘争、もうそれだけの話です。でそれを表はですねオブラートを包んでいると。 いうことであって、結果的にですね、それで、えー、世の中がみんな幸せにしようとか、そんなことはですね、やってる連中を何にも考えていない、えー、ということではなかったかなっていうふうに、あの私は思います。ですからあの、もう韓国のこの手の嘘も、もうどん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 たまってしまって、なかなか今、韓国の保守系の方もですね、これをひっくり返すのは難しい、えー、状態です、えー。ですけども、やはり我々はですね、それ多山の石として、 あのこういう,うまあ目に見えにくいところで行われている侵略行為に対してはやはり正面から戦っていくということが必要ではないんじゃないかなというふうに思いますえまたあの個別の問題ですねえ時々お話をさせていただきたいと思いますえ明日名古屋から拉致問題を発信するえオンラインの集会が行われます 私のこの YouTube のチャンネルでご覧になりますので、ぜひご覧ください。今日もありがとうございました。